ししし、次勝てば昇格なんだよな。やったるだ。ドフラミンゴのことも気にかかるが、今は目の前の戦いに集中だ。誰も死なないと。やめろ、怖えよ。今回は注目の試合です。順位を剥奪されてから凄まじい勢いで勝ち進むこの2人の登場だ。もはや皆様にはおなじみでしょう。麦わらのルフィ、トラファルガーローチームです。対するは、天はこの2人にとてつもない試練を課した。まずは海賊派遣組織総帥、生きる伝説、占領道系バーギーの入場だ。よし、撃つぜ、俺もよし。続きましては、アマゾンリレーの現皇帝、海賊ジオ帝、ボア・ハンコック。ルフィ、さらにさらに、世界一の大剣豪、鷹の目のミーホーク。まだまだ続くよ。魚人空手の達人、海峡のジンベイ。よし、行こうか。これで最後、インペルダウンを脱獄し頂上戦争に参戦した、さあ、クロコダイル、蹴りをつけようじゃねえか。実に対戦相手の全員が桜花七武海経験者。これは何が起こるか分かりません。早速始めていただきましょう。行くぞ。バギーか。次はドイツが相手だ。ラビッチ、派手に覚悟しろ。戦争バラバラ。届き物を控えよ。レディーファイト。推しに来たり、こんなのすべぞ。全部切ってやる。ルフィー、どこだ。このバイスアップおりゃ。まだもっとは
面白い。レディーファイト。さて、ゾロ、町はどこだ？もう俺を超えてみよう。小ざかしい。レディーファイト。砂漠の戦場でこの俺に使われるのはこの世にいない。クロコダイル久しぶりだな、ウニアラ。公平さを欠いては悪いのですが、
正直、この二人好きだー。